はい。お疲れ様でした。お疲れ様です。まず、SC 相模原での、初ゴール、はい、ね、決めましたけれども、あの場面を振り返っていただけますか？まあ、練習からクロスの立ち位置っていうのをすごい細かく自分は、戸田さんから求められていて、まあそういう中で、まあ龍があえてちょっと右足、自分の得意な足の前にボールを置けたときは、しっかりそのタイミングを取って、ああいう動きをして、クロスを待ち構えるというのを意識できてて、まあそれが結果につながったのはすごい嬉しいなって思いました。相手の背後にちょっと逃げるような動き、まあ自分の特徴を生かした動き、まあそのやっぱ後ろにでかい選手がいるとどうしてもやっぱり圧も感じると思うし、やっぱ相手見えないとこからでかい選手が競られるっていうのはやっぱ嫌なことだと思うので、まあそういった自分の特徴も生かしつつ、やっぱストライドとか大きいちょっとアバウトなボールが来ても対応できるっていうので、まあ自分の特徴を生かしたポジショニングっていうところで、まああのゴールはどちらかといったら、まあ結構面で合わせるちょっとテクニカルな部分が必要だった場面なんですけど、まあ落ち着いてゴール決めれてよかったなと思います。あともう一点取れそうなね。まあそうですね、それも。ファーデルヘディングも、はい。それもまあ自分の狙い通りのポジショニングで、なおかつその伊藤選手が、まあ、相手の頭を越えるボールが来て、まあ、自分の特徴を生かしやすいボールだったんですけど、まあ、ちょっとゴールになれなくてすごい悔しくて、まあ、結果あれが入ってればっていう試合になってしまったのがすごい残念です。まあね、二刀流で挑戦した今シーズン、はいはい、今フォワードとしてスタメン出場続いています、はいはい、まあ、そこの戸田監督から、ね、求められていることだったり、何がこうスタメンに繋がっているのかなと思います。基本的に自分はの特徴、そのフィジカル的な部分だったり高さだったりっていうのは、まああまり他の選手、他のチームにもあまりいないような武器というところで、当然すごい評価してもらってて、まあそういうのをまあチームの結果につなげれるように、まあ今日だったらまあポストしてから最後クロス合わせたりとか、ああいった場面をどんどん増やしていければチームの力にもなれると思うし、まあ自分としてもやっぱフォワードとしてやる時にはやっぱそういったところでやっぱりボールをキープしたりだとか、まあ前線で体張るところだったり、まだ最後のゴールのところっていうのをすごいこだわってやってるので、まあそういった意味では、まあ今日、まあ得点に下がったのは良かったんですけど、まあ結果として相手より1点多く取って勝つっていうことができなかったので、まあそういったところは、まあ他のところをもうちょっと突き詰めてやっていく必要があるなっていう感じです。フィジカル的なところもかなり上がってきてるというか、はい、プレッシングのね、はい、回数であったり、はい、強度もすごく今日は良かったんじゃないかなと思います。いかがですか？まあ、その明確な、そのプレスもただ走るっていうよりかは、狙いを持ってプレス行くっていうのがチームとしてあったので、まあ自分としてもその 100% で行くところっていうのは頭理解してて、まあそれが体現できて、なおかつそれでまあ、相手を困らすことができて、まあボールを回収したりだとか、ミスにつなげられたっていうのが、まあその何本も繰り返しできた要因かなと思います。特に相手、ゴールキーパーが左利きで、はい、でね、まあ、その左足で蹴らせない方向というか、はい、まあ、まさに困らせる方向からの、ジュニ選手のプレスで、何度も多分、マイボールにしてたかなと思います。はい、まあ、そういった意味では、そういうのを後半、さらにできたら、うん、まあ、ちょっと、まあ、なかなか後ろが重たくて、まあ、前線からちょっと後ろが重たいように感じて、うん、まあ、何人もその自分の横にフリーな選手がいるっていう感覚で、そのキーパーに行くっていうところまで自分としてはなかなか気持ち作りができなくて、まあ、ただあれ、まあ、自分含め、まあ、もうちょっと背中、なんですか、前からその全体を押し上げるような言動だったりとか、まあ、あとはその前半できてたことをやっぱ後半につなげていくっていうところをもうちょっと意識してやっていかないと、やっぱあえて自分たちからゲームを相手に渡してしまうような展開になってしまうので、うん、まあ、そういった意味ではもう本当90分間通して試合に勝つっていうイメージを持っても、本当にまた練習会やっていくしかないなって感じました。なんか、まあ、ちょっと前で、はい、ボールを相手が持っているときに、ちょっとジュニ選手がもう孤立しちゃうというか、はい、1枚しかいない、はい、で、少し後ろはもうかなり引いちゃってるっていう感じでしたね。はい、もうなかなかやっぱ出にづらいとは言ってるんですけど、まあ、でも人数は相手は後ろに多かったので、うん、まあ、そういった意味では余ってる選手がいると思うんで、うん、まあ、チームとしてもうちょっと前に重心を持っていけるようにして戦えれば、もっと前でチャンス作れると思うし、やっぱ後半は特に自分たちのサポーターの方に攻めてたんで、うん、やっぱああやって力をもらって、てるはずなのに、やっぱりパワーが出ないっていうのはなかなかちょっと厳しいことだと思うんで、まあ、本当そういうのも力に変えて、よりパワーを持って戦いたいなと思います。まあ、センターバック転向して、はい、まあ、どちらもね、やるっていう状況ですけど、やっぱりゴールを決めるのは、はい、まあ、気持ちいいですね。やっぱり、フォワードとしてゴールを決めるっていうのは、もうサッカーのプレー中なら多分一番嬉しい瞬間というか、うん、やっぱりなんかもう、どのポジションの人がやっぱりゴール取ってもやっぱ喜ぶのと同然で、やっぱりゴールっていうのは特別なものがありますし、やっぱ直接的にやっぱ勝利に関われるっていうプレーだと思うんで、まあそういった回、まあ今日ゴール決めれて、まあ
と、まあ、勝ちにつながったから本当に悔しいんですけど、うん、まあなんか自分としてもやっぱりフォワードとして今出てる中でちょっと自信になったかなと思います。うん、次こそは勝ち点3につながるゴール。いや本当ですね。やっぱりゴール決めて勝って喜ぶっていうのはもう一番幸せなことなんで、フォワードとしては。そういう意味でも、やっぱり次は勝利につながるゴールというのは、本当に期待してもらっていいかなと思います。わかりました。はい。ジュニ選手のファミリアのステップもまた楽しみにしてるんで。もちろん。はい。頑張ります。楽しみにしてください。ありがとうございます。